整ってスタートしましたースタートは8番栗のスター王しかし打ち押して3番勝劇・トキといきますしかし栗のスター王がどうやら花インカンテーション2番手につけました勝劇・カツゲキキトキと3番手並びかける2番タガノディグオと4番コパノチャーリー2番手集団が固まってきましたこれを見ながら5番・ナムラ・アラシ離れて6番・マイネル・リボーンさらに後方は離れまして 7番ミスアバンセ9番アダムズアップル離れて1番マズルファイヤー後方です。前はこれからスタンド前へと出てきます。逃げるのは8番栗のスター王です。リードを2馬身ほど取りました。2番手20番インカンテーション。この外から4番コパのチャーリー内を狙っている3番活劇キトキとやや差を詰めて2番タガノディグオと5番のナムラ嵐がその後ろです。ここまでが徐々に固まってきました。 離れて6番マイネルリボーンさらに遅れてアダムズアップルミスアバンスで離れたのは1番のマズルファイヤーシンガリです。残り線を切っていきます。ややここで振り切りにかかりますか8番の栗のスターをリードが広がって2馬身。 単独2番手10番インカンテーション徐々に前との差を詰めます。そして3番手から3番活撃キ,キトキト。これももう一度前との差を詰めて並んでいくのは5番ナムラ嵐。2番タガノディグオも加わります。少し遅れたのが4番コパノチャーリー。これは盛んにムチが飛んで。あとは後方離れました。前は2頭が並んできた。インカンテーションが栗のスター王に並んで600メートル切りました。しかしもう一度栗のスター王が首を覗かせて先頭。 手が動き始めました。インカンテーションはいい手応えで並んでくる。2頭が3番手を離し始めて、2馬身半、3馬身差。外から上がってきた2番のタガノディグを一気に前の2頭にも迫ってくる。一緒に3番、活撃ゲキとキと前を追ってこられるか。5番、ナムラ嵐がその後ろ、4コーナーから直線。 先頭は10番、インカンテーション、抜け出した、リードを広げる、2馬身、3馬身、外から追ってくる、外へ出した、3番、活撃、きときと、活撃、きときとが2番手を伺っている、うちには栗のスター王、栗のスター王と活撃、きときと、懸命に前を追っているが、この2頭2番手争い、先頭はインカンテーション、ゴーリン、2番手に活撃、きときと、3番手が栗のスター王、続いて2番、タガノディオ5番のナムラ嵐です。 勝ったのは10番インカンテーション。人気に応えました岩田康成騎手。10番インカンテーション勝ちました。3番の勝月木時と直線外からまた足を伸ばしまして前にも迫りましたが及ばず2番手まで。並んでいた8番栗のスターを3番手です。勝った10番インカンテーション。この馬自身は重賞5勝目。地方競馬の馬場で行われます、いわゆる交流競争は初勝利となりました。 前走が地方初参戦。柏記念は2着でしたが、今日 g3。という条件では見事に勝ち切りました。勝ったのは10番インカンテーション、そして。